お疲れちゃんスラットです。今日はですね、マルチ上位で流行っています超強いね枯渇デッキを紹介していきたいと思います。ということで、なんとね、今のこちら世界1位、そして世界2位、そして世界4位、さらに世界7位ということで、世界1桁に4人ね枯渇プレイヤーがいます。というわけで今枯渇が来てます、来てます。まあずっと強いんですけど、ここ最近ね。ということで、まあトップ4人のうち2人がね、このナイト LSP 大砲型ですね。で1人が大砲がインフェになった方で、1人はあのナイトではなくマイティかな、でファイスピだったかな。ということで、まあナイト時代なのかな、わかんないけど、なんかナイトがね、やっぱ高回転になるっていう部分ではすごい優秀でね、ここ最近スケラデッキとかもやっぱチャンピオンだったのがナイトに使われてたりだとか、まあ、やっぱなんだろうな、最近やっぱ高回転迫撃ディガーのウッドとか、高回転ウッドのデッキやっぱいるんですよ、アチャクイロイフグとかで。そういった高回転に対してやっぱ高回転で施設回したりだとか、高回転でプリンセス回すっていうのが、まあ、強い、そこに対しての勝ち筋になるので、という部分ではなんか使われてますね。さあ、いい LSP だ、いって警戒。おお、クロス引いちゃったよ。でこういうクロスとかにも結局高回転だから戦えるよねっていうのが、このね最新枯渇のいい部分かな。さあということで、大砲枯渇ですね。さあ、まあクロスはロケで守りつつ、たまにね大砲ナイトで守るのがいいかな。毎回ロケで守るのはね、良くないですね。相手ロケで守ってくるよねっつって多分甘える時があるんで、そこをしっかり大砲ナイトで仕留められると攻めでロケ打ったりもできるし、まあ、あとは、いいスケルトンだ。まあ、僕の方が、まあこれは多分相性がいいので、昔はねなんか枯渇はクロスがきついよみたいな話がありましたけど、最近はマジで変わっちもうたっす。枯渇の方が相性いいっていう。よいしょ。単純にロケがダメージ通らないですからね。あとは僕が8枚プリンでアーチャー出てきたな。美味しかったっす。さあ、8枚プリンでちまちま稼ぎたいですね。で、ここで多分警戒が来ないならもう出しとくっすよ。はい。これだってダメージリード取れるんで。レスケ LSP ウッドとかで回してロケを持ってきたいって感じかな。さあ、これがマジで強い。1コスで回してウッド削りも入ってます。はい。まあクロスはね、ロケットだけだと守れないんでね、こんな感じで、まあ1コスで耐えながらのロケ、ウッドのロケ、よいしょ。さあ、適当に回してウッド右でもよかったかも。おいて、ホイボーズしてる。熱い。やばい、待って。でも俺も延命ミスってる。延命したかったっすけど。まあまあ。で、相手はこれはね、警戒しなきゃいけないんでね、僕の8枚プリン。さあ、ウッドを使ったら、まあクロスじゃねえ、バレル飛ばすよね、ぐらいで。まあ、ヤクザ。ヤクザぐらいがちょうどいいですね。おーい、でかいでかいでかい。さあ、ロケ打ったタイミングは絶対攻めクロスが来るので、それに対してしっかり大砲をしてあげるといいですね。さあ、まあここはウッドで入らないです。まあ禁止されたらされたか。よいしょ。いやー、もう常にちゃんと警戒してるっすね。このプリンは甘えたっすね、僕。さあ、1コスで耐えてのロケです。このちっこいダメージも痛いんでね、やっぱ。で、ウッド削り。さあ、で、プリンで。とりあえずね。いや、相手ファイボのエイムが、マジで悪い。さあ、これは、大砲置きたいけど、相手も一瞬今待ってるっすね。よいしょ。さあ、いっぱい挟んであげて、
1個吸うと適当に耐えて耐えて、さあ適当に耐えれば、いや強っマジで、この1コスが優秀すぎてやばいっすね。大砲が高回転でもあるし、読み打ったとかやだ。よいしょ、さあでロケでもう守れば僕は今勝ちなので無理はしないっすよ。ウッドで稼いで、さあ相手が攻めでウッドを使ったので、1コスで耐えてウッドで削ってロケで削って、まあ勝ちということで、いやこれやばいっすよねマジで。結局このスケが縦の戦士だとかね、ナイトがバルキリーとかになってくるとクロスにねやっぱ追いつけなくなってくるんで、このやっぱ高回転だからこそクロスとか、これ高回転ウッド族に対してね、ロケ削りプリン削り、あとはもうほんと守る守る守るで勝てるっていうのがマジ上で使われてる理由ですね。さあということで、とりあえず端前なんかバレるよりプリン出したいっすね僕は。なんかリスクがないっすね、近起動されないんで。おおやばい。さあこれロケ打って無理やり寄せてあげて、いきなり端前ランバルいてー。さあということで、まあ、ランバルフリーズなのかわかんないけど、高回転ランバルなのか、とりあえず端前プリンで稼ぐか。いやでもランバルなら、あ、トレネがあるかもしれないな。ボーラー型だったらね、フリーズ型だと。よいしょ。まあトレネ。やべえ、もうちょっと手前にしてきゃよかったな。キング起動したそうな顔してたっすもんね。さあまあいいや、キング起動できるんなら何も悪くない。美味しいですね。この後だって大砲とプリンで守りやすくなるんで。さあ序盤に近畿して、もう一回端前プリン、これいっていいですね。ボーラー割いたんで。おお反応が早い。さあまあこのインドは後ろに釣りながら、ナイトの受けもいるよって。ボーラーこっち向け。さあ大砲使って残ってるんで、よいしょ。いやマジでこれ大砲めっちゃ強いですからね。でまあタル使ったっしょっつって飛ばして、おお、いや完璧なトルネス。まあこっからは、まあ、ライドラーの事故とか、まあ、ボーラーの事故とかかな、負け筋は。まあロケ打ったらいいんだね、言ったらバルーンに。単純な話。よいしょ。まあフリーズ大砲いらなかったな。ちょっと過剰防衛しすぎはやめようか。せっかくやっぱ高回転なんで、これいい感じのコストで守れるとね、すぐアド取れるんで、こういうのも。あー、いやそれ結構嫌なボーラーっす。タワーにダメージ入るんですよねあれ。いやめっちゃいい、やばいやばい、やりすぎやりすぎ。さあこれはキング起動もしてるのでそんなに怖くない。マジでキング起動強すぎてやばい。さあウッドで削りながら、まあここのプリンは無理せんでいいか。やばい。さあこれ残ったら熱いですね。でトルネ使ってタルババが来るので左右にずらしてあげると、ちょっと いやらしくしちゃおう。よいしょ、ちょっと怖い。さあフリーズ縛って、もうこれなんグッドゲームかな。ロケ回して終わりっすね。さあ
まあロケ強いし、プリンも強いし、ここにナイトのね強化が入ろうとしてたんでね、そう考えると、いや分かんない、もしかしたらなんか今回ゴブリンとナイトのバランス調整が行われなかった理由がなんかアップデートが必要で、そのサーバー的な問題でなんかできなかったみたいなっていう理由らしいので、もしかしたらまた今度のね調整とかでは来るかもしんないですね。いやそしたら強すぎるんだけど今の環境だと。さあタル使った、エリゴレ、キングキド嫌だ、キングキド嫌ですよーのバレル。さあエリゴレっす。正直ライドラでキング起動したいっすね、マジ。おお待って、ライトニング、なんかゴーレムなのか、ヒーラーベビーライトってマジ珍しい。いやマジキング起動どっからでもできちゃうやん。バレルの位置が下手。さあ分かりません、相手のデッキは。分かんないときは削れ。ババコヤ、いやもう来シーズン見据えてる人いる。さあ来シーズンのババコヤエリゴレが強そうということで来ましたね、早くも。いやこれババコヤに当たらんからのハシマエリゴレとかもワンチャンな。ババがいっぱい、まあ、今のババコヤマジで弱いんでね、さすがにこれは。えこれバランスショットまだ来てないよな、今だって4体ぐらい出てきたの。ヤグサタ痛い、これいやめちゃくちゃ痛かった。よいしょ、俺が気づいてないだけでサタバランスショット来てる、来てないはず。さあエリゴレライトっていうのがちょっとめんどくさいですね。まあプリンセスだけ出して適当に飛ばしていっぱい固まってきたらロケ打つ。さあ攻め方がいやらしいですね。さあ来ようとしてるっすね、あんなんもロケよ。これライトニング嫌すぎてプリント言ったれるか。さあこの辺は守れる。さあ気づけば160ロケ打って、いやマジで大砲強すぎ。うん、一応次のバランス調整で大砲下方されるっすけど、 HP が 8% ぐらいだったかな、 8% が 7% なので、まあどうだろうな、まだ使えるのかな、まだギリ使えるか。まあちょっとね弱いなと思ったら別にテツラにするなりインフェにするなりすればいいんで、まあ、そう考えたらまだまだ枯渇は強そうっすね。さあ日本人の方よろしく。ジャイプリっぽいプロフしてましたね。ジャイプリも結局この大砲スケ LSP ISP でもいいんですけど、 LSP なんかスケラルとかのね、で基本的に防衛が楽っすね。このイチコス軍団を突破できんのかって話っすよね、鉄壁。あこのゴブジャイだったらまたなんか話が違うの、なんだわかんない、ゴブジャイ PP 枯渇の方だ、珍しいっすね。やばい、読まれてる。さあでも LSP 最強事件がありますね、これ。だってジャイ PP 枯渇なのでマジプリンセスも LSP も最強っすね。ダックプリコウモリぐらいが考えられる。さあコウモリはコーナーいい、相手の逆に行っちゃう。さあ
相手の逆に行く戦法がまさかの成功していく。でファイボザップなんですよね。これまたプリンセスが強えんだ。これやりかな。残るんだよなこれが。さあでせっかくなら攻めてあげよう。いけいけいけ。さあまあこれが神相性っていうやつかな。まあ、最悪よ最悪。あのなんかプリプリとか来てわあ守れんっていうか溶かすの大変ってなったらロケ打っとけばいいんで。さあまあ端前プリンが刺さりすぎる相手なんで端前プリンしてもよかったんですけど、まあ後ろから流しとくだけでも相手からしたら嫌だよね。さあここで早めにもう溶かしてあげよう。いやー守り硬すぎてやべえこれ。さあもう大砲も置いてプリンも出してウッドでお掃除で、ここで余裕があればね飛ばしてあげてね相手に防衛でねコスト使わして端プリ。さあロケ圏内になってロケ圏内になってないです、まあ、なってないんですけど、まあ、回るでしょう1コスなので。ちゅうことでさあフィニッシュ。いや強すぎんマジで。なんかテスラ枯渇とかインフェ枯渇よりもやっぱ大砲だと使いやすい気がします。特に変わってないんですけど、そこの施設だから、ね、4コスから3コスになったとかしか変わってないんですけど、断然なんかこっちの方が使いやすい気がするな。 LSP がいい味出してんのかな。僕だってインフェ枯渇とか無理なんですよ本当に。マジで向いてないタイプなんですけど大砲枯渇はねなんか使いやすいね。楽ちん。大砲が強いから。なんでだろう。そうそう3コスだからね、とりあえず置いとっても後々コストもあってなんとかなるみたい。やっぱ3コスっていうのは優秀っす、偉大っすだね。クラロワで3コスユニット3コスしかおらんやん。こいつ冷静に考えたらジャケ強えのか。そういうこと。3コスしかおらんやん今見たけど。これさあスパーキーちゃんはこれまた相性良さそうなの降ってきたっす。まあ、マザネクとかだったらねちょっとやだかなみたいな。さあエレキエレキダクプリ。よいしょ。これザップ垂れるとちょっとやばい。いて待ってやばい。滝が痛い。スケルトンザップ打たれてからでもよかったかもっすね。さあもったいないダメージを受けちゃいましたが、こっから守れるっしょ。なんか外で報道のなんかが喋ってるからもちろん動画内に入ってるとなんか困んな。スダックプリ単品選挙か。いや全然わかんないけど、えそれはなんか入りそうだけど入るよね。はい、ごちそうさまです。さあスパーキーちゃん甘えっすね。ちょっと低かったっすね。さあこっからはお相手さんザップなのでマジ一生動作低めプリン出しとけば相手この突破が苦しいっす。一生プリンちゃんでなんなら飛ばしてあげてね。で延命もできそうならしてあげて。さあプリンが溜まってく。プリンがあると溶けそうだけど。まあでこの辺で無理はせずね。無理しとるかこれ。お？
なんかダブルプリンで終わりそうだな。まあ一回守るか。守らんでもいいか。さあということで、まあ、守り硬すぎの、そう突破できないっすよねーっていう。オッケー。ガチで強くない。まあ、世界ワンツーフォーセブンですからね。言ったら微妙に型が違うもののほぼ一緒じゃないですか。まあ、枯渇っていう括りではね。やばいよね。枯渇ばっかやん。っていう話です。さあよろしく。はい、ズル最強奇境戦術ハシマイプリン。まあやるんですけどね、強いんで。まあ縦戦だとなんだろう、まあ最悪なのがラバかな。ラバ掘りとか来ると厄介ですかね。これラバ、ヤナアメ、ホバ、スケドラ、多分あれが一番きつい気がするな。縦戦にトルネードは入っていません。うん、エレキ 5-0 これまたちょっと珍しいけど。おお、なんだこれは。縦線エレキ5取るね。マジ知らないっす。6年間クラロワやってますけどマジで見たことない。後ろに下がってもらう。さあよくわからぬペッカが来たが、まあトルネファイボなので、ホグとかロイホグとかスケラとかバルーンとか何でもあったわ。何でもありました。さあ、あートルネファイボホグやべえ。それあれぶっ刺さってんな。あ、待って、くしゃぶが出る。失礼。行ってこい。さあペッカホグトルネファイボでウッドがないっていう、まあさすがに負けたらあかんよねっちゅう相手を引いたっす。ちょいプリントだの大砲の位置をねしっかりずらしてファイボで巻き込まれないようにしなきゃっすね。さあ、おお、めちゃんこ来るな。おお、めちゃんこ来るな。さあトルネ使いたい。さあトルネで金起動されるが、ここまで削ればマジで低め大砲最強なんで、まあ、低めじゃなくてもいいか。ファイブなんでね、相手突破できないですからね結局。さあ横にずらしてプリンをあえて右下に出して大砲を真ん中目にするって。よし、さあここ延命してワンチャンロキ打ってもいいな。おお、さあ、お、やばい、ファルチが、ファルチ怖えな。これなんか入りそうで、ファルチ怖え。カシマエプリンはさすがにできません。大砲強すぎ。バレル飛ばしとく。まあマジで僕ビビリなんで、あのこういうのもロケボーイしてる。はい、でウッドで削るっていう。よしよし、さあもう一回ウッドとロケでぐらいでいけそうっすよ。ビビリなんでね、無理しないっす。よいしょ。よいしょ。さあ、しっかり守って、気づいたら、ロケ圏ないっす。ということで、イージーゲームでしたね。余裕の12勝ということで、いや、マジ枯渇、強えな。結局なんかね、バレルが刺さんない相手とかにも、ロケ削りができちゃうんで、それが強い。しかも大砲とこの1コスの防衛力がマジで高いんで、守って守って守って残りは6削りみたいなんで草勝てますよっていうことで、皆さんもぜひね、こちらのチャンピオンも入ってませんので枯渇ねやってみてください。よければチャンネル高評価もお願いします。ではお疲れ様でした。またねー。